コンパクトな小スペースに対応したロボットを活用したり、六軸ロボットで立体的なスペースを活用することで小スペース性に大きな効果を上げています。私たちはエプソンロボットのヘビーユーザーでもありますので、他のお客様もぶつかる可能性がある課題であればすぐに設計の方にフィードバックするということは常に考えています。現場にできるだけ足を運ぶっていうことは非常に意識しています。時には難しいことをおっしゃるなっていう時もありますけど、お客さんの本当の真の声かなというふうに受け止めていて、それを次の商品に反映させていくと、より良いロボットに仕上げていくっていうのを一緒に会社を挙げてやれるっていうのが強みだな。セコエプソンの中でロボットの完成度をどんどん高めていって、でロボットだけじゃなくてソリューションとして提案できるのがセコエプソンの強みだと。